ールズナイアウトの日なので、ガールズナイアウトって私年に1回か2回しかしないのに、そういう日に限ってうちの旦那がさ、なんか変なこう企画、なんか企画の立て方をすごい、なんかめちゃくちゃっていうか、なんかまあとりあえずうちの旦那がお家に帰ってくるの4時に帰ってくる予定だったので、私は5時にお家を出なきゃいけなかったから4時に帰ってくる予定だったのに5時過ぎに帰ってきたのね。でなんか予定がザーって狂って、で私は少なくとも1時間は準備する時間が欲しいから、うん、それでさ、もうほんと怒ってんだよねほんと怒ってんだよね。年に1回か2回しかしないのに、なんでそういう時に限ってさ、こう早く帰ってくるとかさ、それかもうそういうなんか、他の予定は入れないでねえ、ちょっと協力してくんないかなみたいに思うんですけどね、どうでしょう。なんで普段正直クラブとかはもう30歳だし、今週30になったし、クラブとかは正直だるいね、夜中までとかだるいけど、ラウンジとかだったら行く。で今日行くところはなんで私が今日行こうって決めたかっていうと、それはナインティーズがかかるから、トローバックナインティーズだから1990年代の曲が流れるイベントらしい。しかもやってるのが4時から9時4時から9時だから、10時までに家に帰れる系な感じね。だからご飯もそこで食べれるみたいだから、ご飯食べてで90年代に浸って帰るというね、もう私にとっては最高なイベントですよ。だから今日行くことにしたっていうことですわ。今日あるはずだったイベントキャンセルになったってやばいやばいやばい、ウケるよウケるよ、キャンセルになったってふざけんねん、昨日から準備運動してきたってね、ふざけんじゃねえ。本当ミーもずっとないで聞いてたんだよもうないで聞いてたってやばくない？ちょっともうないで聞いてたでしょ。ないで聞いてました、料理中もずっとないで聞いてましたよ、今日のための準備してきたっていうのに。キャンセルだって。今日ちょっとお腹が痛いから、ホットウォーターにレモンでハニーをちょっと一番初め頼んだけどこれから乾杯するぜ。あと、そしてあずみちゃん、ハッピーバースデー、ありがとう。なんでだけさ、一人だけパフ、あったかくないじゃないよ、でピニャコラーダだよ、ノンアルコール、ノンアルコール、ノンアルコール、バージンです、バージンです、バージンピニャコラーダだって。あとで飲もう、一瞬一瞬だったよジェイスのことかっこいいとか言ってたの。あ、そうそうそう、あれね、なんで、あんたのサムどうしたの、あの子の旦那、かっこいいよ、素敵じゃないの、失礼じゃないそういうこと言いますみたいな失礼じゃない、なんでそういうこと撮ってる人、カメラ目線でとか言うんだけど、はい、これ今、オリビア・オキさんからいただきました。 Yes? Yes! A gift from me! 手作りの You got that right! Birthday letter ですね。 バースデーレターね、なんかピントあったり合わなかったりするけど大丈夫なんでだろう、ちょっとなんか手紙にピントあったり、まあいいじゃん、いい、引っ張るよ、引っ張りますよ、ライトプリーズ。じゃあこっちにつけ、じゃ両方つけばいいの、いいよ、はい、手作りだからね、手作りなので、あー、ハッピーバースデー、 Our positive friendship keeps me going and it's only getting better、 Stay shiny、 Stay の字間違ってます、そうマジで、愛が入ってます、 Really? yeah、 A でした、あ、間違ってませんでした、ST
AY みたいな。ステイヤー。はい。オリビア、オリビア2007。はい、行きますよ。アダラ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 。4、5。お、2になりましたよ。なりましたよ。2になりましたよ。え、2だろうなんてあったっけ？どうなの？だから珍しくて。ございます。今日はこれから朝ごはんを食べに行きまーす。Starting route to the turning point of Princeton. Head southeast on Dakota Drive, then turn right. Cars are empty. ガス入れないとです。はい、集中。チーズ食べていいよって言ってチーズ1個くれたの。これさ斜めすぎじゃない？作ったね人ちょっと斜めにやりすぎじゃない？あー落ちそう、すごい嫌だ、怖い、心配。今靴を買いに来てるので、白い靴を買わなきゃいけなくって、っていうのも他のビデオで喋るんだけど、あ、他のビデオで作ろうと思うんだけど、改めて学校に行くので、そこの学校が白い靴じゃなきゃダメっていうので、今白い靴を買いに来てるので、これが
今一応これにしようかなと思ってるのがプーマ、あとさリーボックもあるわけ。私ナイキとかはいっぱい持ってるからどっちにしようかなと思って、このリーボックかプーマ、アディダスも可愛いんだけどさ、なんかみんな持ってるからと思って、そうそうそう、だからどっちにしようかなと思ってるのよ。キャメロンは全然助けてくれないから、で今さ旦那にさフェイスタイムしたのにさ出ないからさ、どうしようと思って、これかな、これ可愛いよね、これかリーボック、どっちがいいと思いますか皆さん。ビーヨーハッビーヨー、どいてこれ、美味しい、どいてどいて、それであとこれも写すから、どっち？どっち？こっち？こっち？同じ見えてきたね。これ、これ、これアディダスなんだけど、Thank you。ちょっと安かったからさ、これにしよっかな。Anywhere。片付けてくれてんの、人の人が入ってったやつ。これでいいよね。だって安いんだもん。安いもんこれでいいよね。これいいや。Hey、あのさ、アディダスのさシューズさ35ドルだったぜ。イエーイ。35ドル。これをフローレンスに買いたいなみたいな。あ、これもかわいいね。かわいい。何これ脳、え、これ何これ脳、これブレイン脳。今ね、クラフトストアのジョアンっていうところにいて、ハロウィンさ、うちのピクワン、ハロウィンね、キャメロンが、警察になって、私と旦那とフローレンスが牢屋に捕まる人になるので、赤ちゃんのがないから私作ろうと思って、それでここに来てさ布探してるんだけど、ストライプのね布が売ってないのよ。だから今ここでなんかこういうの、こういう無駄なやつね、買う予定じゃなかったやつを買おうとしてる。アイスかぶけていい？ん？あ、この車かっこいいじゃん。あ、かわいい。最近ハマってるんだよ、キャメロン。この、なんだっけ、工事する車にハマってるのね。このバイクはいいや。ていうかね、さっきね、靴屋さんから出てきたら、日本人の人に声かけられたの。初めて。ビデオ見てますって言われて。ロベルトさん。ロベルトさん、おうち結構近かったみたい、住んでるところが。超びっくりした。なんか日本帰った時は何回か声かけられたけど、初めて声かけられた。すげえ嬉しい。何、ね、見てあれ、見てあれ、なんかぶら下がってる、超怖いんだけど。
金曜日に、キャメロンの学校のハロウィンのコスチュームパレードがあるのね。でそれがまあ明後日なんですわ。で明後日なのね。で私たちはもう1ヶ月以上前から、キャメロンにトランスフォーマーのバンボビーっていうイエローのあのロボットのさやつを買ってたのね。キャミがそれを着たいハロウィンでって言ってたから。なんだけどキャミの学校はそういうレンジャー系とかプリンセス系とかは着ちゃダメって言ってるので、なんかそのリアルヒーローはこのライフ、私たちの生活の中のリアルヒーローは消防士とか警察とか、お医者さんとか、あとそういう兵隊さん、国を守っている兵隊さんとか、そういう人たちがヒーローだから、そういう人たちの、まあ、コスチュームを着るようにって言われてるので、ある先生には、バンボルビー来ても、一応ロボットっていうことで OK よとか言われたんだけど、でもなんかそこ の, あの校長先生に直接聞いたら、それはダメ、やっぱりダメって言われたのね。だから、キャメロンは今年学校では警察になることにしたんです。これからすっげー前置き長かったんだけど、これからその警察のなんだっけ、パトカーを作ろうと思いますって、すっげー長いのね。すっげー長いのね、前置きが。何、あ、それは今日100円アダラストアで買ったやつです。あとこのウォッチもね、 That's watch in that's it baby。できた。最大のミステイクはここにタイヤをつけなかったことです。でもあとは結構いいかなって感じです。 OK。 あ、これ？これ？これですか？あ、これはですね、今日そのアダラストアに行って、なんかいろいろさ、この紙とかこれ使った紙とかを買いに行った時にこれが目に留まって、なんか前回行った時なかったのにあって、それで、ああうちの子ハロウィンポリスオフィサーになるから、警察になるから、もう帽子は買ったじゃん。で彼用のこうティアドロップ型のサングラスも買ったじゃん。で、まあ、上のトップスはポロのシャツがあるから、それにこの警察のバッジをつけて OK じゃん。でこれ作ったじゃん。あ、ヒゲがないじゃんっていうことで買ったのね。そう、それでちょっとこうつけてみたかったからつけてるわけですよ。いや超疲れた、もう髪とかボッサボサだし、ほんとに OK。 じゃあもう私はこれ片付けてお風呂入って寝ますから、お疲れ様でした。はい、ありがとうね。はい、どうもどうもどうも、おやすみなさいねってね。きついんだよね、これが。これからチェックアウトに行きます。これが食い込んでます。
私は何でしょう。銀行強盗です。キャメロンはキャメロン以外みんな銀行強盗です。キャメロンはそれを捕まえる警察官になる予定だったんですが、学校のコスチュームパレードでそれを着たので、今日はトランスフォーマーになりたいということで、彼はトランスフォーマーを着ています。はいね、アンバランスですが、今日も楽しくやっていこうと思いますよ。今日もらう全部のキャンディーをどういう風に夜隠そうか、それをね頭の中でこう行ったり来たりさせてますね。だってもらうキャンディーなんて多分お店で買うので一番安いやつじゃない？しかもさ、一番安いキャンディーでさ、それでしかもこういろんな色の着色料と保存料と、私が大嫌いなやつがまんべんなく入っているキャンディー、うちの子に食べさせたくないですね。でもそうやってこう一つ一つの家を回ってね、取りに行くっていう楽しみっていうのを味わわせたいですね。なのでもう彼は5歳だから、私が多分夜ね、ちょっとこうヤバそうなやつを取ってどっかに隠したとしても多分朝気づくだろう。まあその時は仕方ないね、仕方ない。なんかちょっとオーガニックのねキャンディーでも買って入れておこうかなんて考えたりしてみたりしていますが、はい、すごく寒いですよ。本当だ、かわいい。逃げないと。何これ、何すか、何買ったの、何かなこれ。しかも今日買ったのよね、ギリギリなくて。安くなった、全然安くなってなかったの。普通に安くなかったよ。チョコレート系ないですか、チョコレート。そう、チョコレート系もう全部売れてて。あ、ちょっと待って、これ映れない、これノーメイクですからね。ちょっと待って、ちょっとそれよりさ、すごい人がいるから見て。ちょっと、はい、スマイル、スマイル。あ、すごくない。こう、ノーメイクよりちょっと今すごいことになってる人がいるからね。あ、すごいね。やっぱこうなるんだ。ちょっと待って、こうやってここ押すのね。ちょっとフォーカスしてくれ。ちょっと待って、ちょっと待って。ね、この人見せよう、この人。ちょっとこの人を見せましょう。これ誰がしたの？ジェーン、ありがとう。ジェーン、did you do all that to him? Oh, he did it himself. Look at you. They're both. Yeah, it's a mega mine. I'm like, wait, I turned around and looked at him like, wait a minute. その日、ジュンコさんは今日行くけど、今日行くよみたいな。で、私はそれを翌日、あ、違うよ、明日行くんだよって言って、私はその日だと思って、今夜はマフィン作るかダメって言って、そしたらそしたらキャミの学校のね、そしたら純子さんのさ リプライはさ、実家なんて最低とかって、それさ1週間前に学びたいって言ってたからね。もうなんかもう時差があるんだけどみたいなね、でも台湾に全然噛み合ってないわけ。 Right, see you guys later. Catch all up later.全然噛めてないよ。面白いね、本当に。なんで？日本語だぜ。てかもうシューズ、待って、シューズ取ってくる。寒いべ。ダイナソー、手振ってる。Look at the tail. Careful. Look at the tail. I know, it's dragging. Ohayo. Furikiwa desu. Hi, Furikiwa desu. Laila, 今年 Furikiwa になりました。
プリキュアになりましたよ、ライラは今日。みんなにこれな、それ何って言われてさ、ライラなんて言うんだっけ。プリキュア。みんなもシーンどれみたいな。わかんないからね、こっちの人ね、プリキュア。最高。手つないでる。Take one. One candy, please. Take the only one. Yep. Hurry! 見て、すごいよ、いっぱいいるよ。Just one, だって、just one. Just one. Oh, sorry. Just two, ね。Moana. Moana. I don't know the guy's name. Elmo. Yeah. Oh, so cute. Elmo. Bye bye. これも置いておく系ですね。一個取ってってやつ。How many you gonna get? Just one. 一個だけ。うん。一個だけよ。これが昔うちらが住んでたお家。どうした？彼女も一応銀行ごとです。やばい、ウケるんだけど。なんか誰だっけ。 OK, go ahead. I'll go with you. Go get candy, Lila. I'm with you. Boom! Okay, you go say trick or treat. Say trick or treat. Happy Halloween. What do you say? Thank you. Go say trick or treat, Cammy. It's a cool cup. Awesome. Go. Cammy, go say trick or treat. I can't see. Oh, that's awesome. What is it? That's nice. Yeah, so good. Oh my god. Oh, look at him. Look at him. そう。怖いよね。Oh my god. Bye bye. Yes.見て Oh my god. Oh my god. Oh, he's waving at me. Hi. Why are you holding back? Please. Thank you.
ついさっき LA に、留学中のももこさんっていう方が、まあ、今ニューヨークに旅行中で、で、メイクアップレッスンお願いしますということでうちに来てくれたんですけど、ももこさんがねお土産を持ってきてくれたんですよね。なんか日本人の方って本当にお土産持ってきてくれて全然いいんですよ。そんなのいいの本当にしなくていいのに持ってきてくれるのね。それがこれなの。サボテンよ。すごい可愛くない？しかもさ、なんかこう普通のサボテンじゃなくてなんかちょっと丸みがあるサボテンなのよ。すっごい可愛くない？ねえ。すっごい可愛い。超嬉しいです。私これ、また部屋のあれでぶら下げよう。だからあれを編んで、また編んで、それでぶら下げようと思います。ももこさんありがとうね。ありがとうございます。ごめんなさい、気使わせちゃって。でもすっごい嬉しいです。あと、チョコレートとかもくれたのね。なんかしかもさ、すごい洒落た感じのチョコレートなわけ。嬉しい。あと、多分、これは日本のモナカ。あと、モナカをくれた。ありがとう！ありがとう！ねえ、すごい楽しかったしね。3時間レッスンのはずなんだけど、多分今何時？今6時じゃん。3時間以上やってたか。3時間以上やってたね。でも OK、 楽しかった。また来てね。また来てください。楽しかったです。